セントルイスの戦いはアメリカ独立戦争中の1780年5月26日にイギリス軍が率いたスペイン領ルイジアナ、セントルイスへの攻撃である。その地域は元フランス領ルイジアナだったが1763年のパリ条約後にスペインに活譲されていた。イギリス軍民兵指揮官が率いた主に インディアンで構成される部隊がセントルイスを攻撃した。セントルイスの守備隊は、スペイン総督、フェルナンド・デ・レーバーが率いる大半が、地元の民兵であり、できる限りの防御を施していたので、この攻撃に持ちこたえることができた。この戦闘と、同時期に起こったミシシッピ川対岸のイリノイのカホキアにあったアメリカ軍前進基地への攻撃も撃退された。 撤退途中のインディアンが保護地域外にあった開拓地の作物を破壊し市民を捕虜に取った。この攻撃が失敗したことでアメリカ独立戦争中のイギリス軍によるミシシッピ川支配の試みは終わった。1778年政策のミシシッピ川中流域地図セントルイスの戦いに関連する地名が記されている。 アメリカ独立戦争には1779年にスペインが参戦し、ロンドンのイギリス軍作戦参謀は、スペインとアメリカ独立推進派の活動に対して、ミシシッピ川の回廊を確保しようとした。その作戦には、西フロリダからニューオーリンズなどスペインの開拓地を占領することと、セントルイスなどミシシッピ川上流の 小さな町を支配するために数度の遠征を行うことが含まれていた。西フロリダからの遠征は実現しなかった。スペイン領ルイジアナの総督ベルナルド・デ・ガルベスが即座に動いてミシシッピ川下流のイギリス軍全新基地を占領し、西フロリダの主要な全進基地であるモービルやペンサコーラに対する威嚇行動を行っていた。イギリス軍の北からの遠征は、 北西部領土ミチルマキナック取り出にいた、軍政府長官、パトリック・シンクレアが率いた。1780年2月から毛川交易業者たちに、領土内を巡回し、セントルイスに対する遠征に興味を持つ部族を集めてくるよう指示した。毛川交易業者たちにはこの作戦に参加する、動機づけとして、スペイン領ルイジアナ北部における毛川貿易を、 支配する機会が提供された。舞台の大半は、現在のウィスコンシン州プレイリードシーンに集結し、そこで、元は、民兵の隊で、毛皮ワ易益業者に転身したエマヌエル・ヘッセの指揮下に、入った。その総勢は、約2バースの毛皮ワ易益業者と推計で750名、内市1000名のインディアンとなり、5月2日に、プレイリードシーンを出発した。 舞台の中でも最大の集団は、ワパ社が率いた数族戦士、約200名であり、その他に、チッペワ族、メノミニ族を呼びウィネバゴ族も、そこそこの数がいた。他の部族からも少数ながら参加していた。チッペワ族集長マチェケウィスがインディアン全体の葬式を任された。この舞台が、現在のイリノイ州。 ロックアイランドに到着すると、ソーク族とフォックス族から約250名の戦士が加わった。これらの戦士は、セントルイスを攻撃することに気が進まなかったが、ヘッサが、その参加を確実なものにするために大きな贈り物を与えていた。セントルイスの集落は、ミシシッピ川の主要な交易中心だったが、スペイン領ルイジアナ北部の管理拠点でもあり、スペイン軍の隊でもある。 フェルナンド・デ・レーバが副知事を務めていた。レーバは3月遅くに毛川交易業者からイギリス軍がセントルイスとその近くにあるアメリカ人のカホキア基地を攻撃する作戦を立てていると警告されていた。レーバは集落の防衛計画を練った。そこにはフィホデ・ルイジアナ植民地連隊の正規兵29名しかおらず、その他には168名の訓練されていない。 民兵がいるだけであり、彼らは周辺の田園部に参加して住んでいた。レーバは防御のための総合計画を作成したが、それには4つの石塔建設も含まれていた。このための資金がなく、ニューオーリンズから資金を得る時間もなかったので、レーバは村人に要塞化するための資金と労働力の提供を依頼し、自己資金からいくらかの賃金を払った。 5月半ばまでに丸い塔一基が完成した。その直径は30フィート、高さは30ないし40フィートあった。この塔はサンカルロス砦と呼ばれ、周辺田園部を一望にすることができた。それ以上の塔を建設する時間がないことが明らかだったので、集落の北側と南側にある川と塔との間には残豪が掘られた。 塔の頂部には五門の大砲が据えられ、残豪に沿っても別の大砲が置かれた。ヘッセの部隊がロックアイランドに到着したことをヘッセが知ると、周辺にいる民兵を召集し、セントジェネビー部には援軍を要請した。5月13日までに約150名の兵士、すべて射撃名人によって補強された。5月15日、カホキアのアメリカ人指揮官。 ジョン・モンゴメリーがレーバを訪問し、ヘッセの遠征部隊に対抗して、スペイン・アメリカ合同軍の提案を行ったが、身を結ばなかった。5月23日、レーバのスカウトが、ヘッセの部隊はわずか14マイルまで近づいており、カヌーを陸に上げて、陸路を進んでいると報告してきた。セントルイスのスケッチ、1790年代に、ビクター・コローが、 制作5月25日、ヘッセは、セントルイスの状況を探るために、石膏部隊を派遣した。これらの部隊は、集落の外側にある畑で女子供もを含む、労働者がいたために、集落に近づくことができなかった。翌日ヘッセは、ジャンマリー・デュシャームと300名のインディアンを、川向こうのカホキや攻撃に派遣し、残り部隊で、セントルイスに向かい、 午後1時頃に到着した。この部隊が、視界に入った時取りの塔から警告弾が、発生された。攻撃隊の先導は、スー族とウィネーバゴ族が務め、続いて、ソーク族とフォックス族、さらに、ヘッセを含むケガは易業者が公営を務めた。令和は、塔からの防御を指示し、敵部隊が、射程距離に入った時に塔と、残壕からの一斉射撃を始めさせた。 最初の一斉射撃で戦闘に消極的だったサック族とフォックス族の大半が交代し他の参戦者にこの遠征に加わる動機について会議的にさせその裏切りについて不平をこぼすようになったワパシャとスー族はスペインの守備隊を外に引き出そうと数時間頑張り畑で捕まえた捕虜を残酷に殺すことまでやった このことで、町の住人の中には出撃許可を要請するところまで、起こるものも出てきたが、レイバがこれを拒絶した。攻撃側は、最終的に北方に撤退し、その途上で、作物、家畜及び建造物を破壊していった。川向こうのカホキアでは、デュシャームの攻撃がたやすく撃退された。リよく守備隊を率いるために到着した。 ジョージ・ロジャース・クラークが重要な役割を果たした。クラークのフロンティア選手としての評判が、インディアンに攻撃を続けることを躊躇させることになった。セントルイスの守備隊は戦死、負傷、捕虜合わせて50内死100名の犠牲を出したが、ほとんど全てが市民だった。戦いの1年後に、セントルイスのスペイン人が、ミシガンのセント・ジョゼフトリデを襲撃し、 イギリス軍の戦闘機をセントルイスまで持ち帰った。フェルナンド・デ・レーバは戦闘の翌月に死に、街の防衛のために市民が果たした役割を公式に認めていなかったために、地元での批判の対象になった。スペイン国王カルロス3世はレーバが死んだことを知らずに、レーバの武勇に対して中佐に昇進させることで答えた。サンカルロス取が立っていた場所は、 現在のセントルイス市四番通りとオルナット通りの角である。地元の組織が毎年、この戦闘で命を失った21名の名前を読み上げることでこの戦闘を記念している。この戦闘は、ミズーリ州議会議事堂にある壁画とジオラマでも記憶されている。ありがとうございます。